皆さんは3年前のあの発言を覚えているだろうか。このゼロ戦には特筆すべき長所があるよ。それが3000キロを超える航続力。3000キロの飛行を可能にした冷戦はたのどの機体でも達成不可能な作戦を楽々とこなしてみせたんだ。冷霊に謝れ。この航続距離はあの F14 トムキャットに匹敵し、日本の技術力がアメリカの遥か30年先を言っていたことの証明にもなったよ。所詮ソ連の機体など30年先を行くこのゼロ戦には及びもつかないのさ。カスバでトムキャットワンオンワンしてきたら、いやーやってみたいんだけどねー。実装されてないからねー。仕方ないねー。されたらやれよ、正々堂々と。実装されました。それじゃあ私はトムキャットで行くからお前は冷戦で頑張れや。ルールはトナメ同様の RB での 1v1。 最初20秒はガンロックされるぜ。了解。で、引き離すの早すぎない？第4世代ジェットのトムキャットがゼロ戦の速度に合わせるわけないだろ。そりゃそうだけども、速度が速ければ自由な間合いで戦うことができる。もっとも今回はエリア制限があるから、それを超えちゃうと即負けとなるがな。それならまだ私にもチャンスがあるってことね。そういうことだな。よし、試合開始。もうすでにゼロ戦を見失ってるわけだが、あいつどこに隠れたんだ？隠れてないわよ。そっちがめちゃくちゃな速度で引き離したんでしょうが。まあこちらにはパルスドップラーレーダーがあるからな、上から探すことだって可能だ。どこ？探せてないじゃないの？いや本当にどこかわからん。場所を教えてくれ。言うわけないじゃない？ぬぬぬ。待て、後ろか。ご名答。まあその感じなら冷戦が圧勝するのは間違いなさそうね。今に見てろよ。トムキャットの力を見せてやる。今度は表示が消えても逃さないぞ。ゼロ戦をロックオン。ゼロ戦でロックオンされたの初めてだわ。だろうな。スパローを食らえ。回避。何？避けたのか。ゼロ戦の旋回性能ならミサイルを回避することなど容易。それならヘッドオンで打ち込んでみるか。リスクは伴うが。よし、ヘッドオンチャンス。行け、スパロー。ほい、回避。スパローが避けられるとなると、フェニックスは論外としてサイドワインダーとかだろうか。いやでもサイドワインダーはレシプロ相手だと相当接近しないといけないし、これはガンキルで仕留めるのが一番だな。ほらほら、さっさとこっち来なさいな。こいつ、ここぞとばかりに煽りやがって、お望み通り近づいてやるよ。22ミリバル艦でコッパにジンジャー。あくん？何か言うことは？ほら、その発言したのは22型の動画じゃん。これは21型だし、型が違えば今度はいける。ほう。よし、次こそは。よし、回避。じゃあもう一発。2発連続とかむ。いやさすがに5に行こうとかならいける。何か言うことは？ゼロ戦はトムキャットに勝てません。ごめんなさい。